ホーム、緑ヶ丘駅は、東京都目黒区緑ヶ丘3丁目にある、東急電鉄大井町線の駅である。駅番号は、OM09。駅所在地である、目黒区緑ヶ丘より、地名を取ったもの。開業当初は、駅近傍の高台の名を取って、中丸山駅と称した。中丸山は、駅北側に位置し、現在の東京工業大学大岡山キャンパス。 緑が丘地区が置かれている、丘陵地の名称だった。当時の駅所在地名は、非ふすま町大技ふすまざ谷畑下であったが、1932年、東京市編入の際に、緑が多い丘陵地ということで、緑が丘という地名になった。鉄道会社や不動産会社の宅地開発に伴う、解消ではない。相対式ホーム2面2線を有する公開機である。 出入口は一箇所のみで、バリアフリー設備として、エスカレーター及びエレベーターが設置されている。バリアフリー工事が開始されるまで使用されていた駅舎は、交差点に面した4分円状のモダンなもので、入り口に立つ柱はかつて豆タイル張りの丸柱であった。出札周りの処理と合わせて、東急玉川線宇の木駅との共通点が散見されたが、 自動改札機の設置に伴って大きく改造された。2013年度初めに、照明やサインは自由が丘駅に次いで東京急行電鉄で2番目となる全面 LED、照明化され、ホームやコンコースでは調光する LED 照明が導入されている。また、ホームドアの設置も行われている。 2008年から2013年まで、エスカレーター、エレベーターの設置などのバリアフリー対応工事が行われた。また、ホームの一部移設、大岡山駅方の高架橋の改築、駅前広場の整備、飲み川本流力道への通路新設工事などが行われる計画となっている。2020年度の1日平均乗降人員は7353人で、ある。 近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。駅のすぐ南側を東急目黒線が走る。なお、大岡山駅までは徒歩10分程度の至近距離にある。駅東側は南北から東京工業大学のキャンパスの敷地に挟まれている。また、駅のすぐ南西は世田谷区奥沢になる。駅南側に緑ヶ丘駅バス停がある。 ありがとうございます。